国際連合本部ビル内に展示されているエスコペターラ AK-47 自動小銃を改造したものエスコペターラはライフル、特に軍用の自動小銃を改造して作られたギターであり武器を楽器に転用した平和のシンボルとして制作されたものである。エスコペターラとはスペイン語のエスカペタとギターラからなるカバン語である。エスコペターラを作ったのは コロンビアのミュージシャンで平和運動家のセサル・ロッペスである。2003年2月7日、首都ボゴタの高級クラブ、エル・ノガル・クラブで自動車爆弾が爆発して36人が死亡、200人以上が負傷する大規模テロが発生した。ロペスはこの事件の際、警戒する兵士たちがギターのように銃を抱えていたことからエスコペターラの発想を得て、テロ後の集会でこの楽器を発表した。 このエスコペターラは、ウィンチェスターライフルとストラトキャスターから作ったものだった。彼は、最初のエスコペターラを5本制作した。うち4本は、コロンビアのミュージシャンフアネス、アルゼンチンのミュージシャンフィトッパエス、国際連合開発計画、及び、ボゴタ市政府に寄贈し、残り1本は、自分用とした。フアネスは、後日、 寄贈されたエスコペターラをビバリーヒルズで開かれた対人地雷の被害者のための募金集会において1万7000ドルで売却した。また国連に寄贈されたエスコペターラは2006年6月の国連軍縮会議で展示された。2006年にはロペスはさらに12本のエスコペターラを制作した。彼はコロンビア平和委員会から無稼働時中に改造した。 実中の AK-47 自動小銃12丁を手に入れ、ギターに改造し、世界の有名ミュージシャンや有名人に寄贈しようとした。シャッキーラ、カルロス・サンタナ、ポール・マッカートニーのほか、ダライラマ14世にも寄贈しようとしたが、ダライラマ側からは、武器を贈り物として受け取るわけにはいかないと謝絶された。ロペスは、自身の目的をより明確に説明するつもりであると、 述べている。ありがとうございます。